はい。皆さん、こんにちは。元気な、あじです。今日は、2月の24日、日曜日。時刻の方は、15時49分です。ピューピューピューはい。そんなわけでね、えー、今回は案件動画になります。今回ね、何の商品デビューするのかというと、こちらになります。ててーん。はい。まだね、あのー、段ボールの箱の中に入っております。ちょっと今からこれ出すね。 よいしょ、ちょっと待ってね。でんでんでーん、でげてんておじいこれすごくね、楽しみにしてたんだ。わくわく、でげてき。ね、でれっちゃっちゃん。はい、出てきたよ。でっててーん、でげん。はい、こちらーででーんはい、これで何かっていうと、航空洗浄機、ジェ ウォッシャーになりますはいこれね今回ねおじいねすごいねちょっと期待してる商品なんだ元気なおじいねあのずっと皆さんに、まあ、雑な番で伝えたこともあるんだけど、ねまあ、去年おじいここで、ね、前歯を6本ねあのブリッジで入れましたねでもともと歯がね7本ダメなんだけども あの歯がどんどんあのダメにして今回はね歯周病歯周病によってあの1本あのなかったんだけどその横の歯がね歯周病でやられてちょっと根元をいっちゃってでそれで取らなければならなくてで2本なくてで1本ずつのブリッジがダメっていうことで保険が適用できないということで,でさらにその2本も取らなきゃならなくて6本のブリッジで作り直し。 あはーって感じで。あと、おじいのこのね、あの、奥から2番目の歯。これも、歯周病で、太いやつなんだけど、あの、やられちゃいました。歯周病で。で、おじいね、デンタルリース、ガム、ね、ナイトケアとか、 あのー、トータルケア。ね。二つ使ってたんだよ。夜寝るときはナイトケア。で、通常歯磨きの時はブクブクはトータルケアでやってたんだけど、まあ、歯周病に関してはものすごく気を使っていたつもりなんだけどもね。何年間もね。それでも、歯周病を防ぐことはできなかった。二種類のブクブクを使っても全然ダメだった。一番高いのを使ってたのに。でね、歯をね、 あの日本を歯周病で亡くした後に元気なおじいはあの初めてね航空洗浄機というものの存在を知りました。で去年の8月頃かなうーんもうちょっとあったかな。あの案件で 今現在使ってるこの航空洗浄機、こちらの方ね、おじいアピールして案件をいただきました。これはね、2000円ちょっとぐらい、確か3000円いかなかったかな、ぐらいで買えるお手頃なあの航空洗浄機ということで紹介させていただきました。これもものすごい大好評だったんだよね。すごい綺麗になる。で、この航空洗浄機を使うことによって、元気なおじいね、いつも何か食べるとなんか詰まるんだよね。で、詰まよではなかなか取れない。 あのネギのカスとかあとお肉の繊維なんかもね取れないんだよ、お茶でブクブクブクってやっても、つまえちゃっても取れないし、歯間ブラシも大きさが何種類か使い分けなきゃならないし、で歯茎き傷つけてすぐ血が出たりとかね、結構大変な思いした方、多いと思うんだよ、あと寝る時もね、あの朝起きても歯が臭いとかね、これ、何かっていうと、歯磨きをちゃんとして寝てるのに、あの食べ物のカスが、ね、取りきれないで残っちゃってるんだよね。 おじいみたいにもう、義歯がいっぱい、ブリッジもあったりとかね。そういう方っていうのは、なかなか入り込んだものがね、あの、もう隙間っていうよりも、ポケットができてるんだよね。大きなね。で、それが残ってると、歯の中で、どんどん、あの、腐敗が進ま、進んで、臭いんだよ、とにかく。で、 航空洗浄機を使うようになったら、もうお蕎,麦お蕎麦だよ。お蕎麦食べた後でも、お茶飲んでブクブクやった後に、航空洗浄機使うと、ボロボロ取れるんだよね。で、夜ハミがいた後も、あの、最後ね、あの、トータルケア入れて、で、ちょっと、あの、香り付けして、フシューってやるだけで、全然スッキリで臭くないんだよね。 それぐらいね、この航空洗浄機っていうのはものすごいもんだなと思ったんだね。もう手放せない。で、残念ながらね、こちらの方がもうあの、ショップさんの方で扱いがなくなってしまって、おじいずっと在てたんだよね、あの、リンク貼ってたんだけど、もうちょっと復活できないということでね、終わってしまいました。で、そこで今回、新しいショップさんから提供いただいたのが、こちらの航空洗浄機になります。で、こちらの方は、正直言って、 今使ってるものよりもはるかにパワーアップしてる部分がありますうわーこれはすごいっていうねおじいもびっくりの驚異のもう最高スペックじゃないかなと思うぐらいあのすごい機能てんこ盛りなんであこれはちょっとぜひ案件でやらせていただきたいなと思ってねおじいがこちらをお願いしてねお受けすることになりましたさあこのね商品なんだけどおじい簡単にねちょっと開封する前にね、えー、まとめてあります でこの内容を簡単に説明するのでそれを見た後にこちらを開封していきたいと思います。まずねよいしょはい、こんな商品になりますジェットウォッシャー。ね、もう一家に一台はね必要だなと思います。航空戦じゃうけど知らない方はねこういったものあるっていうのをぜひぜひね覚えてほしいと思います。お口の中のねとにかくエチケット以外にもやっぱ歯周病予防、虫歯予防 こういったものにね、これ、一家に一台絶対にあった方がいいと思う。もう、おじい、ほんと手放せないから、これはね。知らない方も覚えて、知ってる方はもう、あの、もう愛用してる方はいるんだよね。びっくりした。もっと早く教えて、と思ったけどね。で、この商品は、とにかくね、もう水漏れもバッチリです。まあ、逆に水漏れしたら怖いけどもね。ここはね、そんな驚く内容ではないと思いますね。はい。そしてね、驚くのは、コンパクトで大容量。これ、実はね、 あの大きさがね、手頃なんだよね。箱の大きさ見ておじいびっくりしたんだけどもっとね、写真の形からしてもっと大きいものかなと思ったんだよ。ほいた意外とね、あれ箱ちっちゃいぞと思って、へーと思って、このコンパクトってどれぐらいコンパクトなんだろう実際に開けないと分かんないけど、ほんとコンパクトなんだろうね。で、今現在おじいが使ってるのはこれでしょ。ほら、ね、そんなにね、大きさ変わらないんだけども、実はね、このお水の容量、 これがね、ちょっとね、すごいんだよ。まあ、ちょっと先で説明するね。はい、1回戻すね。コンパクトで大容量。どれぐらい大容量なのかね、ちょっと驚くと思う。はい、そしてね、多機能になります。これちょっと細かくて見えないかもしれないけれども、通常のノズル、これがね、3本あります。3本。で、元気なおじいが使っているのも、これ、通常ノズルね。 これが、あの、ちゃんとね、予備、が3本あって、一家4人分ありました。これね。4人でこのノズルでシューって使えるんだね。で、今回の商品はというと、通常ノズルが3本に加えて、あとあの、インプラント用のね、あの、ブラッシング用のシューってやりやすと、ま、あとはね、うちょっとこれちょっと見にくいね。ちょっと、よいしょっと。これが、 インプラント用ブリッジとかねおじいもブリッジあるけどもねクラウンとかそこの隙間をシュッ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 って綺麗にやるようですであともう一個ねこの矯正ブリッジとかそういったもののねこれ金具とかねこういう細かいところもシューッとやってくれるタイプねそしてあのー、ここ歯周ポケットなど歯茎とあの歯と歯茎の間ではねそこにシューッと盛り込ましてね綺麗にしてくれるやつそして最後に、あのー、下クリーナー ね、おじいも下クリーナーずっと愛用してるんだけどこの下べらのりを取らないと今の時期ねおじいちゃんおばあちゃん特にねこの下ののりにいろんなウイルスがくっついちゃうんだよねあのもう表が出てきた下下をねまず磨くおじい徹底してやってるよ下ブラシものすごい使ってる、ね、これもねなんとセットで入っておりますはいこれがね基本すごいセットでしょで これはね、こんなにね、魅力がね、いっぱいあるんです、実はね。で、これね、ちょっとね、あの、一個一個ね、説明していくね。うん。まあ、食後や就寝前の習慣にしたい、これね、ちょっとズームしてみようか。ビョン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 ,ビョン,ビョン,ビョンってことでね。これね、あの、1分間で1250から1700回転。ね。うん。 これ1700回転表で回だよね。ピピ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 ってね、水をね、噴射してくれるんだこれマッサージとかね。あの、歯ぐきが弱いと血が出たりもすると思うんだけどもね。結構鍛えてくれると思うよ。これね。はい。ま、こんな感じでね、ま、虫歯を予防するのに必要なものだよっていうことで、ま、細かくはあえてね、説明しません。ここでね。だってそこで言ったところでさ、あの、 伝わらないもの実際もう使って吹き飛ばす、ね綺麗にする、綺麗にしたらあの汚れとかばい菌みたいなのがなければ、ハワイ傷まないこ、この簡単な理屈だけでいいんだよ。うん、もうあの、あんまりあだこうだっていうのはね、私必要ないと思うんだよね。で、これが驚きだね、あの歯医者さんに行かないと綺麗にできない99、99%の歯石を移植できますよっていうことだよね。これは嬉しいよね、本当 はい、でおじいがね、歯周病予防、おじい、歯を2本実際にダメにしているので悲しいよ、歯周病であの歯がボロボロになったのを歯医者さんで、ね、レントゲン取って。 で、もう、これは、根っこ、行ってね、ダメだよって言われたとき、すごいショックだから、なんとかなりませんかって言っても、もうなん、なんともできない。抜くしかないっていうね。あの、めっちゃショックだよ、本当ね。そう、歯周病予防にね、歯周ポケットもね、優しく洗浄しましょうね、ってことで。あの、歯ブラシでさ、ね、こうやって、こうって、こうって、歯周ポケットいくらこうなってやっても、あれ、すぐこ、こうなっちゃうじゃん、これが。 で、普通の磨くところはさ、ちゃんと汚れ取ってくんないじゃん。ね。刺繍ポケットに入るからな、毛先が細いの、他磨けねえから、くくんでねってやって、できないでしょ、そんなの。無理だよ、歯ブラシだと。<laughs> こういうのを使わないと。ねで、とにかくね、あの歯磨きと一緒にやりましょう。おじいは歯磨きと一緒にやってるよ、とにかくね。で、このね、 あのここはノズルの入れ替えボタン、まあ、実際に現物で見るのが一番いいと思います。まあ、7つのノズルがついてますよということでね、おじいが今持っているものよりもパワーアップしています。はいそして使いやすい、この、ね、お水のタンク、お水がなんとねあの600ミリリットル入るんだよ、これはね。600ミリリットルってどれぐらいっていうと、元気なおじいが今使ってるこれ。 200ミリリットルです200ミリリットルでたい元気なおじいねあのうんってやって1回じゃ足りないんだよだか,だからもう1回お水汲んでもう1回入れてやるんで元気なおじい最低でもね400ミリリットル使います1回じゃちょっとねやりきれない上の隙間と下の隙間としっかりやるのにだからねあのこれがね なんとタンクの容量が 600ml ってことなんで、今使ってるのね、3倍分あるんだよ。ってことは、お水ちぎたさなくても、一発でできるってことなんだね。いや、これ、ちょっと今より良くなるんじゃないっていう感じでね、期待しております。はい、じゃあね、前置きはこれぐらいにして、じゃあ開封していきましょう。てっててーん。はい。さあ、テンポよく進むよ。てててーん。あ、そう、ごめんね。 <laughs> パッケージねパッケージはこう,こうなってもう流行る心がねもうどん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 ん先に進んでしまうでここら辺はねあの英語になってます日本語じゃないねはい英語になっておりますはいじゃあパッケージ開けるよパッケージは英語なんだけどもちゃんとね日本語仕様になっております。 はいちゃんとね、航空洗浄機、日本語の説明書が入っております。そしてね、えー、っとここね、なんか、ありがとねっていう紙なんだね、これ、もともと入ってるやつなんで,で、ちゃんとね、オルラニゲージなんでね、オルラゲージとか、英語と日本語とセットになってるんで、はい、ね、はいこのようにね、日本語でもお礼が書いてあります。 でこ校水錠機使い方はそんなに難しいもんじゃないけどもね一応ちゃんとほらしっかりとほらこんなに丁寧にあの日本語マニュアルなんてちょうどねこれマニュアルのね半分は英語で半分は日本語になってますこれね嬉しいよねはいじゃあ実際に中を見ていきましょうテレレレテッテテテンよいしょテテンデンウヒー で、この下に、これ、今、パって思ったんだけど、この下にある、これも商品の推しかなこれはあれかなただ、ただ、これの底に敷いてあるだけだよねこれで多分ね。でも、これなんかちょっと嬉しいかもしんない。これ、ほら。これなんかいいよねあのー、ちょっと使えるよねこれ取っておけばね。うん、おじ、これ一緒だいこしとこう。はい。 シャンわけゲでビニールを取ってねシャクシャクっと紹介するよ。てれれれん。はい、まずはね、こちらコンシェントになります。よいしょ。はい、まあ、コンシェントの長さはね、これ何メーター ?1 メーターぐらいかな。うん、多分ね、1メーターぐらいの長さではないかなと思います。 はい、そしてね見た目はねこんな感じ今ちょっと特徴のある音してるんだけどはいちゃんとね裏側吸盤が4箇所ついております吸盤が4箇所になりますね PSC マークねついておりますで,であの電波飛ばさないからね擬摘マークはありません <laughs> はいで見た目はねはい写真と同じだね 結構綺麗だね,ねで。今使っているものと比べて、はい。大きさ的にはこれぐらい違います。とにかくね、お水とタンクの容量がね、めちゃめちゃ大きいよね。それで、元気なおじいが、あのー、このね、タンク式、これいいなぁと思ったのが、はい。これで、ここがね、こう伸びて、これを持って、こう使えるってこと。まあ 当たり前なんだけどもこれ先っぽにノズルをつけて使うことになるんだけどこれねなんでおじいがいいなと思ったかっていうとお水のタンクここにあるでしょこう裏側から内側からビューって飛ばしたり外からこうしてやったりこうやって普通にできるのこれ当たり前じゃんこれこういうタイプこれ裏からかかかあの バーってやって、バーって水落ちるから、こうやって上向いてやるわけにいかない。上ってなるから、こうやって下向いて、ダーってこぼし拳がら、カーってやるときに、カーってやると、これ、お水が、あの、ほら、容量がさ、下の方に行っちゃって、ノズルが上になっちゃうから、あの、お水吸えないんだよ。で、こうしないと吸えないから、結局、起きて壊しやるとかね。いや、カー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 、カってゃってる間に、また上向いちゃうから、 またノズル側で水拾えないからってね。あの、お水が真っに入ってればいいんだけど、真っに入ってないと、あの、もうお水拾えなくなっちゃうの、これね。だからノズルがお水を吸える状態で自分が動かなければならないっていうね。あの、意外と使ってみると、あーって思う人もいるかもしれない。で、その点、これはもうお水だけ入れてセットしておけば、もう、この、ここにね、 あの、一定にちゃんとお水を送ってくれるので、もうこれがこういう向きであろうが、こういう向きだが、もうどんな向きであろうとも、360度ぐる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 回しても、ちゃんとお水が安定して出てきてくれるっていうことです。これ、嬉しいよ <laughs>。実際に航空洗浄機、こういうの使った方、ある方だったら、そっかこれいいなーって絶対に思ってるはず。これね。はい。 そしてね、えー、っとちょっと一回カメラ、ね、戻してみましょう、はい。ここの手元でこれねあの、オン・オフってなってます。でこれはね、2分間であの自動的にオフになる機能がついているそうです。そして、よいしょ。ここね、はい。これもね、嬉しいよね。これね、強さの調整ダイヤルがついてます。これね。 やっぱりね、あの歯茎の強いところもあれば弱いところもあるし、やっぱあのお子様からじいちゃんばあちゃんまでね、本当にあの好みの強さっていうのはあるよね。それに応じてあの強さを変更することができるっていうのは、これはちょっといいなと思った、うん。じゃあ今現在元気なおじいが使っているのはっていうと、強さは一定です。強さは一定で、ピュウ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 かね、ピュウ。 ピューとかね、ピューとかね、あの確か3種類ぐらいです、これね。で、実際にね、あのー、3種類の石使うのは1種類だけ、ピュッ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 ピュ,ッピュッ勢いよく出,出るのうどん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 出してくれないと、あのー、なんかやった気にならないといか、押し出せないんで、あのパワーが欲しいから、3種類ある石の1個しかね、使いません、実は。で、 これの良かったところ、売り文句としては、電源のオン・オフがマニュアルでできるっていうのが売りでした。なんでかっていうと、これは2000円台後半だったんだけど、パナソニックのやつは30 0円台後半で1000円高いだけです。で、一流メーカーのパナソニックの方を選ぶ方も多いとは思うんだけど、パナソニックの場合は電源オン・オフがありません。 だ途中で止めることができない。スイッチでパンってやったら、うわぁ、も,もういいもうやめて、もうやめて、みたいな感じで、あの、一定時間な一度終了を待たなければいけない。で、これで評判の良かったところは、自分で止めることができる。いろいろこうやりたいんだけども、止められないよね。で、これは自動的に2分間であのオフなんだけど、当然ここにね、オン・オフがついてるので、 あのオンの状態で使って自動的に2分間でオフになる、であもういいやと思ったらこれでオフにすれば止まる、オンオフ機能がついている、これが、ね、意外と嬉しいんだよ、あのパナソニックのやつとかには、ね、ついてないので、ね、オンオフが、ね、自分の好きな時に好きなだけやって止めるっていう機能がないっていうね、だこういうものはやっぱ、ね、あの海外のものはこういうのが基本的にしっかりしてるから、ねうん、なんで日本の国内メーカーはだめなんだろうねって思うよね。 はい、その中で、これ吸盤しっかりしてるねー。はい、そしてここね、えー、開けたいと思います。で、ここは何かっていうと、はい、ノズル置き場になります。じゃあ、このノズル置き場ね、先にちょっとこれは取らせてもらって、よいしょ、ちょっと、よいしょ、これどうやって取るんだあ、これそのまま取れるんだ、これ、ペコンって、あ、そういうことか。 あ、なんだこれ、テクマクマヤコンになってる。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン。元気なおじいちゃんになあれ、ピララララーンしてね。知ってる人少ないかな。はい。じゃあね、えー、っと、このノズルを実際に見ていきましょう。ててれてれん。てきてん。はい。よいしょ。てれれれんてれーん。ぴョ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 ,ピョはい。そんなわけでね。 まず1個だけであのプラスアルファのこれねこれは何かっていうと下べらね下をねこうしてきれいにしてくれる下ブラシになりますこれはね、あのー、やっぱりねここからお水を出しながらこう流しながらね、あのー、下の糊を取ってくれるというこれもすごいよね、うん、おじいもね下ブラシ使ってるけども あってやったらお店ビャーってやってあってあってやるけどこれを使えばお流したからやってくれるってことなんだねよく考えるね本当ねすごいよねはいそしてえっとねこれとこれとこれはいこれが通常のノズルになります 同じやつこれね通常のノズル同じものが3本ついていますでこれね色がブルーとグリーンと,、えー、とピンクになっていますこれは何かというとね、えー、とお父さんとお母さんと、ね、子供とかねこうやってね、あのー、分けられます、ね、今あの少子化なんで3本でいいんだね昔はあのー、4本でね 4人家族4個で一家だったけど、今少子化なんで、21世紀バージョンは3本なんだね、一家ね、うん。まあ、時代に合ってていいんじゃないかなと、おじはね、ナイスフォローになってるかな。はい。えー、そんなわけで、あとで残りの3本見ていきたいと思います。はい。えっ、ー、とね、まず、これがね、これがね、さっき言ったように、あの、義肢とかね、はい。こういう、こう、洗濯をするとブラシがついてるんで、 こうやってやりながらねシューッてやりながらシュッシュッシュッてシュ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 てできるタイプになっておりますこれねはいそしてこれね先端が尖っておりますこれは何なのかというとこの歯と歯と歯茎の間ね これ先端が尖ってるってことは、それだけお水がちっちゃいってことだからね。で、この先端がこれ、ゴムになってます、これ、ゴム。ほら。ほら、ね。だから、歯と歯茎のところに、こう、ピョってつけてね、痛くないでしょ。で、チューってね、あの刺繍ポケットを洗浄できるんだね、チューチューチューって、こうやってね、よく考えてるね、これね、ほら。 ね、これなら痛くないね本当ねちゃんと刺繍ポケットにくっつけてシューッて洗浄することができますねはいそしてあのー、これねもう一個ねこれもねちょっとねかめのブラシになってますこれね、まあ、強制の,あの金具とかね、まあ、さっきのタイプと似てるけどこっちはほら長めのブラシで薄くて曲がりやすい。 こっちのブラシは短くてちょっとこうしっかりしてるほらねで密集してるこの違いがあります、まあ、実際に使い比べてみればいろいろ違うんだろうねで元気なおじいはもうこ,れしこれしか使ったことがないからね今まで使っていたノズルを見てみましょうはいこんな感じでしょうだからほら これが標準の,のノズルの役目でほぼ一緒なんだけども、まあ、この出口の大きさを見てみると若干こっちの方が狭いのかなとも思ったんだけどこっち側もう内側だからどうなんだろうね同じようなもんだねほら穴の大きさは同じだねほとんどねうん。 ほらね似たようなもんだねこれはねはいそんなわけでこのブラシこれがまあ通常バージョン通常バージョンそして残りの3つのバージョンがあるのでこれねそれぞれあのー、ここに使い分けましょうっていうことでだいたいあのー、こうやってお父さん用とかねでお母さん用でお子ちゃま用ね 大体ねこうして3本は家族でね場所を決めて使い分ける。だとここの残りの4本のところにこの下ブラシ用とかねこういうのね。でこれもちゃんと場所あるのかなこれもしかしたら。この場所があると思うけど、うん、まあ、こんな感じで。 しまえるんじゃなないいかなと思います。これ上向けとくといしょ当然縛らないから横向けとくんだろうねきっとね長さもちょっとしっかり考えてしまわないと蓋が閉まらないと思うからおそらくねこの下ブラシが外側かなちょ,ちょっとよく見ないと見本見ないと分かんないけどこれおそらく今これ蓋閉まらないけどねちゃんとした場所に入れればしっかり入るんじゃないかなと思いますよいしょ 見本を見てみましょう。見本はね、ちょっと待ってよ。元気な話ね。さっきちゃんと用意しておいたんだね。これだね。うん、あった。えっ、ー、とね、これだ。これなんだけど、これのも元の絵でっかいのあるかなちょっと待ってね。うーんと。ちょっと待って、ここにはないな。下かな。もうちょっと待ってね。 えとすぐ探すねこれだね大きさそんな変わらなかったよいしょとはいさあ解読しましょうこれは上の部分はちょっと片っぽ向き向き入れ替えるんだねよし分かったあのー、これ真ん中をこう向きを変えてこうなってるねこれねしょし で下の部分はというと真ん中に下ブラシがあって真ん中の下に下ブラシが上向きで入っててでスポイトみたいなやつが一番奥にあって横向いてるのかなそれでそしてえー、っと 青い先端の、ちょっと、ちょっと見にくいね。ちょっと見にくいね。ちょっと拡大しよう。いいよ先端のブラシが、短いのがこっちについてるのかな。うん。えっ、ー、とね、おそらく、こっちの長いやつがこっちで、こっちで、で これが、こっちかな。あ、これね。あ、あのね、ごめんごめん。これね、よく見たら、これよく見たら、これね、あ、見えないかな。ここに絵が書いてある。ほら。見えねえかな。ちょっと見にくいね。あの、絵が書いてあって、 どれがどこに入るのかちゃんと分かるようになってたああちょっと見にくいななんとか見えねえかなあよいよよ光の反射でかななんとなく見えるここもねちゃんとなってるんだけどほらこの光の反射でほらなんか見えるほら スプーンのの形になってる見える、ね、しっかり見えないとは思うんだけどちゃんと分かりやすくね、うん、場所の位置指定をしてくれてあるよでそうするとこれはあのここはね曲がったノズルになってるんでちょっと見えないねほらほらね曲がったやつつけるんだよってなってるから曲がってるやつって言うと何って言うとんこれかなじゃあ。 ね、あこれじゃないなもっと曲がってんのどっちだ先端が尖ってるからあやっぱこれだこれだねうんこれがぴったりだでその次にブラシのブラシの長いのが上で短いのが下になってる絵を見るとよ見えねえかな <laughs> だからねこっちだねこれが長いのがこっちで それで短いのがこうだ、うん。これが標準の置き方なのかな。これがね。うん、これがどうもね正解らしい。よいし、うん。だよね。うん、でもよいしょ。これこれでいいのかな。でパチンって入るの。でもこれで、ね、もうもうちょっとこれ反。 上向けだと上向けだと無理でしょこれ。ねこれこれどうするんだろうこれねこれね向きがねもうちょっと下に行くにはこ,ここがねちょっとねここがちょっともうちょっと下行けたいけどこれ曲がってるところがこれ限界なんだけど。 おじいのけ方悪いのかなお <laughs> おおおちょっとここはおじい自信ないなよよちょっとここはね自信がありません、うん、でもまあお水入れてねこうしてやれってことだね、うん、ここはちょっとおじいあまり深く追求しないことにしますねはいでこれでパコッと開けて でここのノズルにいつも自分が使っているノズルをこうつけてね、でこうカチャッとあ、ワンタッチで入るね、これね。ワンタッチ。で、ここを押すと、はい、ワンタッチで外れる。音聞こえるすごい簡単。ほら。ね、付け替えはめちゃめちゃ簡単です、これね。うん でじゃあ例えば、刺、うん、と刺繍ポケットに使うやつをこうして、ああ、いいね、楽だね、で、スイッチオンなんだね。で、今までのやつだったら、かーか、内側からかーってやるのが大変だったけどね、カーってやっちゃう、か下がで、このこれ内側、下の内側からかーってやるときに、お水が吸えなくなっちゃったけど、これならできる。 ってことはね、はい。これはちょっとおじい嬉しいよ。あのこれ実用編をすぐこの後に動画を作りたいと思うので、おそらくね、このビックリマークとかね、最後ここら辺見ていただければね、次の動画に関連付けしておくので、ちょっと期待しておいてください。でコードの長さがだい1メーターぐらいついているので、 あのコンセントに困ることはないと思いますで置き場所なんだけどもちょうどねこの置く面積なんだけどもはい元気なおじいのお手のひらがねちょうどすっぽりとほら、ねまあ、これぐらいはやっぱ場所的に面積が必要ですよってことになるねねでおじいが主に、ね、この面積ね おじいの洗面台の右側になんか棚置くとこあるんでしょ1か所2か所3か所4か所真ん中が鏡ででここ1個丸々洗浄、あのー、しちゃうんじゃないかなっていうちょうどそれぐらいの大きさなんじゃないかなと思うで形によってはあのー、奥行きで入らないこう R がついてるからねそこに入らないと思うので多分洗面所のこう 右下にこうやって置いとくのが一番理想かなとは思うけどねまあゴージャスなお家だったらね洗面も広いだろうからまあ前とかに置いとく場所もあるかもしれないけど落ちるとこそんなにゴージャスじゃないからねであとはあのお風呂入りながらねえーって使う人も結構かなり多いと思うんだけどもね、うんまあ、中に持っていくにはちょっとこれワイヤレスで使えたらね充電で使えたらちょっと良かったんだけどこれコンセントが必要なんで お風呂の中で石うには、ちょっと間ね、あの隙間があって、まあ、コンセントからだから、ちょっとコンセントの部分はやっぱり水に濡れるとあんまりよろしくないからね、そういう部分で言ったら、これは充電式なんで、水に濡れても全然大丈夫なんでね、こういうのがあのお風呂の中持っていってやるにはちょうどいいかなと思いますね。やっぱ一応一短あるんだね、こっちは充電式、こっちはあのコンセント式なんでね。 ま末置き型ということでねいかがでしょうか。はいそれだけで、ねえー、と今回紹介させてもらったこの航空洗浄機、ジェットウォッシャーねちょっと見てみましょう。こちらになりますおじい、用意しておいたのがねよいしょ用意してチケット入いたけどねリセットされちゃったんだ、実は。ごめんねよいしょ パッて切り替えるようにしてたんだけど。はい、こちらになります。これ、名前が長いから、ちょっとおじい、一回読んでみるね。はい、えー、っと、ビビデン航空洗浄機、ジェットウォッシャー、航空洗浄機、えー、っと、は、強制、清潔、歯管洗浄機、歯管ジェット洗浄、無断、 開圧力制御マウスウォッシャー7本ノズル下クリーナー360度回転手元スイッチ600ミリリットル水タンク防水過程を2年間保証ということです2年保証してくれるんだねすごいねはいそしてお値段の方は 3976円、そして、ね、6%のクーポンが、ねえー、今だったら適用できます。6%白く240円ぐらいかな、ね。240円ぐらい安くなるんじゃないかなと思います。であと、この商品を買うと,、えーとねはい、これ木製イヤホンが50%割引になりますって書いてあるね。じゃあ、どのイヤホンが50%割引になるのっていうと。 はいこちらの木製イヤホンってで,でーんちょっとこれ素晴らしいねなんかね木製のこういうイヤホン飾りイヤホンちょっと使ったことないんだけどちょっと興味出てくるね、うん、こういうの好きな人いるよねあのお耳の大きなね YouTuber さんがいるんだけどねお耳に入るかなこれね、うん、はいこちらのイヤホンがはい2680円なんだけども 航空ジェットウォッシャー航空洗浄機を買った方は半額で買えるってことなんで1340円でこちらが買えるということになるみたいですねはいそんな特典もあるのでねちょっと嬉しいねえー、とそうだねこれそうだねでこれをこれを買うとあの航空洗浄機が半額になるのかなと思って見たけどならないね <laughs> これさいました。ここのこのイヤホンのこれ見て、この出品者から一点購入すると関連商品が50%割引って書いてあるから、あ。じゃああの航空券半額なのかなと思ってみたんだけど、えっと。でもこの商品だね。この商品の2個目が半額なんてことかな。どうもね。うんだと思います。ちょっと一応ね。言った言ったからにはね。ちょっと一回試してみたいよね。 えーとね、クーポンを適用させて、ここの出品者から、えー、と両方ともカートに入れる、ちょっと待って、両方ともカートに入れるね、3976円の6%ピクとかね、まあちょ、ちょっとこれで、ね、両方ともカートに入れるでちょっと進んでみたいと思います、6656円、両方足すと6656円なんだけども、 えっと先に進んでちょっと待ってねでプライムに登録しないにしてえー、っとね5316円ということなのでえー、っとね割引の金額は1740円なんでえー、っとその1740円の割引のうち 400円は送料手数量が400円加算されたのがなくなっているだけなんで1340円引きってことなんでそうだねあのイヤホンが2680円なんでこれの50%引きのみ割引となっておりますねなのでまああのイヤホンを追加するとまたそれがもうまた1340円なのかなおそらくねそういうことになりそうですはい一応元気なおじい確認いたしましたもし興味のある方がいたらねこの元気なおじいの このコメント欄のところにアマゾンのリンクを貼っておくのであとは細かいところはねあの実際に見ていただければなと思います。2年保証がついているので通常の利用であの故障してしまった場合おかしくなったら出品者さんに連絡すればねちゃんと正常品と交換してくれる2年保証がついています安心だね、2年保証でこのお値段だったらいやあの元気なおうち安いんじゃないかなと思います。であの やっぱね使い勝手を見てみてね2000円台後半、まあ、3000円弱でこっちの方があが4000円弱、まあ、6%クーポン入れるからね結構あのお安いんじゃないかなと思います。ノズルの種類が、まあ、何よりも7種類ノズルが付いているよりもあの通常のノズルプラス 3種類ついてくる。で、実際におじいが使いたいのはこの刺繍ポケットのあのゴムみたいなやつね。あとまあブラシのやつはね、あのー、そんな金具ついてるもの持ってないからあんまり使わないと思うんだけど、もうノーマルとこのゴムの2種類っていうのはありがたいなと思うね。あとぶっちゃけいろんな角度で使っても水がちゃんと供給される。これがありがたい。あと強さの調整ができるっていうのもこれもありがたいです。あとは実際に元気なおじいが使ったやつは 実証編はこのビックリマークかもしくはここら辺のところにね用意しておくのでそちらの方も見てくださいでまだそこにないうちはまだおじいが今検証中だと思ってくださいおそらくねもう一日後には絶対にあると思うんだけどもねであとはスマホで見てる方、ね、元気なおじいの説明欄ってどこにあるのって方が結構いるんだけどスマホで見てる方はこの動画の下にこの動画のタイトルがあるのでタイトルを クリックしてください。タッチしてください。そうすると、説明欄がドワーンと出てきます。このスマホでの YouTube の使い方を知らない人がかなり多くて、おじいびっくりしました。で、実はおじいも知らなかったから教えてもらったんだよ。なんでなんだろうって。梶巻さんの動画をよく,よく見てて、であの説明欄がないんだよね。スマホで見てると。ない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 ってね。 で、コメントは下の方にあるんだけど、説明欄がないってね。それを言ったら視聴者様が教えてくれました。使いづらいよね。YouTube のアプリはね。なので、これでね、一つ覚えたら、これから YouTube の使い方が楽しくなる。ね、150%楽しく YouTube を見ることができます。参考になったね、ほんとね。社交になった方はね、グッドボタンを押してください。元気なおじいのチャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それだけで、今回は、 航空洗浄機、ね、えっと、ウォッシャーを紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねバイバーイピょぴょ